見えない素敵なことです。ここに置かれている日だまりグッズの数々、すべて私のものです。例えばこの本紙ですね、日だまりが載ってます。漫画タイムキララキャラと、あの目の前何もないんです。そして、単行本3巻出ていますね。そしてラジオ CD も出ました。身振りやっても見えないよ。キャラソンも出ました。そしてオープニングメバイドライブなんかいっぱい。アスミス壊れた。これは本編の DVD たちです。だからない。そしてファンディスク、そしてこちら、これも私の手にかかれば私のこれどうやって撮ったんだっけ、私の手にかかれば、この通り外れてない。アスミスでした。あのイエスアスミスって私が考えたんです。松木よ松木よ、私の目を見るのだ。松木よ、ここには日だまりグッズが山ほど並んでいる。いいな。そしてイエスアスミスを考えたのは私だ。イエスマイロード。松木よ、ではこの後古畑任三郎でタイトルコールをし、オープニングの自己紹介で織田裕二の真似をする山本貴弘の真似をして日だまりラジオ CD365 の収録で残念な髪型をしてスタジオに来て、みんなにいじられ、ゴトゥースからフンやなめんなと罵られるのだ。古畑でやるのだ。はい、すまん、イエスマイロード日だまりラジオ365。ラジオ365、パーソナリティは私アスミカナです。そしてゲストパーソナリティはこの方やるのだ。あ、いいその松木を、吉野家先生役の松木美優が山吹高校の美術室からひだまりラジオ365に来たー。お、小田裕二だ。会議室は事件ありますか。分かんなくなっちゃった。事件は会議室で起きてるんじゃない。昔やってたんですけど見てはいなかったはずですね。あ、すいません、うん、ありがとうございました。オープニングから茶番に付き合っていただきました。え、茶番だったの。天才的に似てなかったです。アスミンの方が全然似てたね。何が古畑聞きたい。もう一回聞きたい。やって、ま、言ったほらちょっと松木さんはただのばあちゃんじゃないですか。ただのばあちゃんですよ。はいはい、そうですよ。別に松木さんがじゃなくて、松木さんの古畑がっていう。なんでそんな嬉しそうオープニングを歌ってるのは誰かな。私うわー、夢デリバリーっていう曲をですね、はい、私歌ってるんです。違う、私じゃない、ゆのちゃんが歌ったんです。お、あ、6月4日発売です。買ってください。さんは何枚買いますか。予約とか何枚しました。いっぱいしました。しました。しました。いろんなとこでいろんな CD を。夢デリバリーです。いろんな CD 夢デリバリーですよ。夢デリバリーですね、うんうん、英語で縮めるとドムデリバリーです。そんな縮まってない。縮めるとこ間違ってる。漫画タイムキララキャラットで大人気連載中の青木梅先生の漫画です。ひだまりスケッチがね何言い出したんだろうと思っちゃった。そうですよ。そうですよ。これ私もうね、365になっても5回やってるのに大事なところを逃しました。お願いしますよ。はい、頑張ります、うん、松木を。イエスマイロード。ユノとサイさんのツーショットが目印の3巻が絶賛発売中。おーい。松木氏は4巻が待ちきれなくて3巻を何冊買いましたか。あの、事務所に取るTBS 系列でアニメ日だまりスケッチ365も7月から放送開始予定です。はい、今回はゲストパーソナリティという名の見学の松木さんと松木さんと進めていきますね。私見学だった。何したらいいですか見学。あ、大丈夫です、見てるだけで。あ、あの登録みたいなもんなので、たまに私が面白いこと言ったなと思ったら笑ってくれればいい。丸手で怖
声出しちゃいけないって思ったんですね。これはちょっと特殊な登録なので、松木さんも特別に喋ってもいい。本当ですか？ Yes, my lord。 あれ？ちょっと違う。それでは30分お付き合いよろしく。はい。ひだまりラジオ365。この番組はひだまり荘管理組合ランティスの提供でお送りいたします。桜の奇跡再び、清塚が歌うテレビアニメタカアポ2セカンドシーズンオープニングテーマ、桜あまねく世界発売中。ランティス。いつまでも忘れないよその笑顔。クーリエが歌うテレビアニメタカアポ2セカンドシーズンエンディングテーマ、僕たちの行方発売中。ワンピース。松木さん、松木さん、大丈夫大丈夫、ジェスチャーじゃなくて大丈夫です。喋ってください。ありがとうございます。いいですよ、喋って。見学させていただきます。T1 プロ中心のアスミ、アスミじゃない、見学だからこう名乗った方がいいんじゃないかなと思って。 T1 プロ中心の松木美優です。今日は見学させていただきます。どうも、 T1 のアスミかなです。よろしくお願いします。まあまあ気を楽に。はいはい。ありがとうございます。松木さん。何よ。そんなことより松木さん。そんなことより松木です。ひだまりスケッチって美術の漫画ですよね。知ってますよ。美術といえば松木さんなんですか？松木さんも結構なんというか荒れな絵を描きますよね。荒れないって何ですか？なんちゅうかですね、ちょっと、なんでもない。何よ。言ってよ。なんでもない、全部気のせいでした。はい。一年ぶりぐらいらしいですよ。松木さんとこうして、ひだまりのラジオでおしゃべりするのが。一年前は、はい。こんなに、はい。一年前のラジオを収録する直前までは、はい。あすみんこんな子だと思ってなかったかも。おー、じゃあ、ラジオで開花したわけですね。あすみんというものがね。もうびっくりした記憶がある。そんなことないですよ。いや、ちょいちょい変な人だなと思ってたけど。はい、ちょいちょい。びっくりした気がする。ラジオでババンと見せつけられたという。見せつけられた実力をね、まざまざとね。いや、そんなことないですよ、すいません、ね、私今褒めた、ね、申し訳ない。ありがとうございます。褒めた。1年前はですね、なんと着てきた服がちょっと被ってたらしいです、はいはい、お、そうでしたっけ。覚えてないです。今日は、今日ね、あずみんが着てる服を、はい、私昨日着てたの。似たようなの、そっくりなの。そんなの。うん、白い襟がついてるカットソー。ちょっと松木さんっぽいな。なんで、いや、そうなのよ。なんで喜ばないのよ。あ、ありがとうございます。で、私もショートパンツ履いてたの、昨日。なんで、いや、そうなのよ。それで、おばんにショーコス履いてたもん。マジか。それはなんで？撮影で。残念。ちょっと待って、何が残念なの？あ、いいえ。そっか、被らなくてよかったです。あれ。松木さんはですね、今日はですね、はい、なんか今日冷たい、今日小学生みたい。だからね、これは、はい、ギャルが着るギャルワンピース。ギャルが着るワンピース。そうよ。お、松木さんが着たら？着たら？すごい松木さんですね。ありがとうございます。あ、褒めて、あ、いいんです。どういたしまして。はい、ありがとうございます。吉田先生は、365でもアドリブしてますか？息よりは、少なくなってる気がする。一言一言のアドリブがね。うん、あるけど、はい、はい。2ページぐらいアドリブしっぱなしっていうのは、そんなのありましたっけ？あったよ。ありましたっけ？あったよ。おー。のは、ない、まだないかな。ですね。まあ、もうちょっとだけアフレコが続いてるんですけれども、うん、はい、もうクライマックスですよ。今、ひだまりスケッチ365の。まあ、そうですね、今のところ。もう、敵に向かっていくところあたりを今、アフレコしてますよね。そうですね。吉野家先生、どういう役どころでしたっけ？吉野家先生、あのね、ベホイミとかいう役。ベホマ。
ベホマゾン。あ、そっち系の役どころでしたっけ、はい、だから欠かせないんですよ、私パーティー。そうですね。いなくなったらちょっと困りますね。そう。で、アドリブもちょこちょこ入れてる。そんな感じの日だまりスケッチ365が。はい。まあ、クライマックス頑張ってます。うん、なんで笑ってるの？なんでもないです。事実ですよね。はい。そういう、365がちょっとそういう思考のお話かな。そうだね。どこまで二人とも乗ればいいんでしょうか。誰がこれ収めるんでしょうね。誰も止めてくれないから ね。ちょっとたまに我に帰らないといけない。振り返って。でも、アジョミン、パーソナリティ、はい、頑張る。マスキさんどうしました？今本番中です。頑張って。本番中です。本番中だよ。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと見学だから。見学。そこまでだとちょっと困るんですけど。あ、どの程度喋る？見学者。大丈夫です。いいね、じゃあ仕方がないからゲストパーソナリティってことにしてあげます。いいんですか？まあまあ仕方ない。ありがとうございます。松木美優です。どうも、アシュミカナです。よろしくお願いします。私たち AT1 です。何でしょうね。そうよ。同じ事務所よ。同じ事務所になるとは思いませんでした。私先輩。さあ、じゃあ、お便りを読みたいと思います。あすみさん。お便り行きますよ。大丈夫ですか、はい、普通お便り行きます。ラジオネーム、西子さん。はい、あすみです。あすみさんは松木さんが事務所の先輩ということが受け入れられない事実のようですが、松木さんはどうですかという。そうなの、はい、受け入れられないの、いや、私はそんなこと言ってないですね。本当に？西子さんはそういう風にちょっと思われてるのかもしれない。いやいやいや。入りますってメールくれたもんね。おー、すげえ、あすみ。ほら、ちゃんと礼儀正しい後輩が入ったもんですね。ねえ。はい。じゃあ、私先輩だから敬ってってお返事出したら。あ、そうです、そうです。そんな返信が来ました。そしたら、あー、はいはい、先輩先輩、偉い偉いっていうメールが。ですよ。本当本当そんなんじゃないですよ。あしらわれた。大丈夫、ちゃんと顔文字とか絵文字とかつけながらだったから大丈夫です。本当に？いや違う、あのね、あーはいはいの時は顔文字入ってた。すごい覚えてる。後で確認しましょうね。ちょっと確認しましょうね。あ、悪魔って書いてある。悪魔。わー、悪魔が入ってきちゃいましたね。先輩ね、先輩味噌汁ですもんね。どうし、はい。どうしてって言おうと思ったけど、そうだなと。そうですよ。でも、みんな味噌汁になるんだよ、いずれ。そうです。ようこそ、おいで。まだちょっと私は、時間がある。あと5年ほど待ってください。はい、お疲れ様です。すいませんでした。すいませんでした。ほら、もういっぱい来てますから、お便り。読みますよ。そう、お願いしますよ。いっぱい来てます。お願いしますよ。今までの人生でやったじゃんけんの回数ぐらい来てます。それは多い。多いですね。何回やったか覚えてないですけど ね。かなりです、うん。じゃあ続いて、ラジオネーム、タオさんからです。タオちゃん。あすみ、こんにちは。おー、にゃー。おー、にゃー。にゃーあっちゃった。このテンションの違いをラジオで聞き取ってほしい。ぜひ。松木さんのにゃーの時の笑顔をラジオから感じ取っていただきたい。ぜひ。リスナーの皆さんに。はい、いきます。うっとりした。先日、ひだまりラジオ365というタイトルをぼーっと眺めていると、あることに気がつきました。うん、365の、かけるが、バッテンの湯の、うんうん、で、3が、さえの3、6が、ひろのろにかかっている6、5が、みやこのこ5。これは偶然？超ひだ祭りでは365日という意味ですと梅天帝が言っていた気がするのですが、うんうん、もしかしてひだまり荘の4人の名前もかけてあるのではなんて考えすぎですよね。すごい。今日はもう寝ます。あすみもお体に気をつけてのし。そうなんですか？そうかもね。梅天帝そうなの？それは全然違うって。朝言われちゃった。これでも、いやすごいね。ね、4人ちゃんと入ってるっぽい感じが嬉しい。すごい、湯のバッテンってかわいい。ね、バッテンは湯ののね、ね、うん、マーク。かわいい。吉野家先生いないですけどね。続いて。私、ゲストに来て、はい。切ない思いをしに来たの？切ないんですか？うん。嬉しいとかじゃなくて。嬉しいよ。嬉しいけど。嬉しい。よかったよかった。吉野先生いないねって言われたら寂しいでしょ？吉野先生どこにいるんですかね？吉野先生は？吉野先
続いてのお便り。ラジオネーム。ひだまりの。あすみ。ひだまり持ってくんですか大きいな。ダメ、ダメ。ダメです。それは持ってかせない。わかりました。考えておきます。どっか裏に隠れてるんですよね。ねー。ラジオネーム、あすみのあは、アシュラのあさんからです。ありがとうございます。はい、アシュラです。アシュラかなです。はーい。最近、ポケモンの金銀を引っ張り出してきて、久しぶりにやっています。カビゴンを捕まえたところ、メスだったので、ニックネームを松木美優にしました。だから何って感じですよね。すいません。ということです。はい、カビゴンの特徴を言ってください。あすみさん、カビゴン、さっき打ち合わせ中に聞いたところによるとですね、はい、なんかすごいずっと寝てるんですよね。バーって寝ててバーって起きて、うん、グワーって食ってまたガーって寝るって言ってました。でちょっとドーンとした感じのルックスです。うん、うん、なんで松木美由紀つけちゃったのかな、この人に。それはこの人に。あ、本名をちょっと、この方はご紹介させていただきましょう。うん、いいんですか、本名。大丈夫。うん。お名前、サトシ。性別男。年齢10歳。すごい。住所、マサラタウン。やばい。すごい。サトシからメール来た。サトシからメール来たよ。嬉しい。ありがとうございます。サトシがカビゴンを捕まえてニックネームを松木美由紀。嬉しいです。すごい光栄なことです。ありがとう、サトシくん。ありがとうございます。サトシくん、ラジオネームつけちゃったの。本名がサトシ。はい。ね。マサラタウンからわざわざメールをありがとう。いや、でも、できるんですね、マサラタウン。ね、メール繋がってるんですね。ありがとうございます。ここの世界。うん。続いて、はい、ラジオネーム、ネコピロシ。やべ、ね、にゃーあ、わかった。わかったなんだこれ、メールが空気読んでる感じですね。メールなのに。すごいな。すごいな。さすがひだまら。いきます。おい。ひだまりラジオ365を聞くと縁起がいいとのことでした。他の人が帰ってからもひだまりラジオ365を聞きながら残業に次ぐ残業でした。そのおかげか、主任から営業部次長になってしまいました。縁起がいいです。でも、残業に次ぐ残業は変わりません。あら。松木美優さん結婚してください。はい、え、なんでそんなの？では、放送を楽しみにしております。ありがとうございます。結婚してくださいって。嬉しい。よかったですね。でも、松木の木が間違ってるよ。ウッドの木になってるよ。本当だ。じゃあ、そんなに本気じゃないってことかな。これ、唐突でしたね。好きな人だったら字間違わない。普通はね。うん。あすみんはいつ結婚するの？来年。やだ、私が来年するんだもんちょっとダメだよ、私より先にしないで。私来年。なんで来年なの？なんか、早くてちょっと潔いかなと思って。やだ、私ね、本当に、はいはい、私もなんか、早く結婚して、はいはい、人妻声優になりたかったの。おー、人妻声優。なりたかったの。新妻声優。そうそう、新妻声優。はい、で、早く結婚。そう、したかった。早く。したかったし、はい、したかったけど、はい、30だけど、みそじ、おめでとうございます。ありがとうございます。もうみそじ。みそじどころか今年31ですけども。31! イェーイ！イェーイ！美味しそう！だけどね、はい、あのね、どんな占いを見ても、はい、私来年結婚するらしいよ。おー！だから出会うみたい。出ようみたい。だから、はい、私が来年結婚するから、あすみはその後ね。え、再来年？ならいいよ。まつきさん、そろそろ鬼に笑われます。私たち、ひっくるめて鬼に笑われてしまいますわ。でも、できないって言ってたら一生できない気がするじゃない。あ、そうですね。ことの、は、はい、ことだま？ことだま？ことだまに。ことだまを。ことだまがね、やるんですから。やらなきゃいけないと思って。はい。来年するって言って、それかは、いつかね、来年じゃなくても。いつかって言ったらいつかわからないですよ。でも来年じゃなかったら嘘つきになっちゃうから。あ、そっか。なんか、ちゃんと、近年すると。近いうちに。近いうちに。そのうち。そのうち。なんかだんだん切なくなりません。あすみんはどんな人と結婚するの？そうだなぁ。あすみんと結婚する人はスーパーマンじゃないといけないから、ちょっと難しいんです。え、あすみん、私よりバカ？そんなことない。うん、何を言ってるの？アスミンは、うん、アスミンと結婚する人は絶対的にもう
もうスーパーマンでなければならないので、いろんな意味でね、いろんな点においてスーパーマンでな。どういうことですか？まあちょっと、ハードルは高すぎてですね。難しい。でも来年のハードル知りたい。ハードル、ハードル、基本的に基準がお父さんだと思うんですね。聞いてやすみ。何の話になるんだか、ちょっとドキドキ。昨日も、ま、長かったらカットしてください。はい。そうに、ま、喋るだけ喋って。喋りましょう。これ面白くないなって思ったら。切ってもらって結構です。ご判断委ねますのでね。いや、昨日もみんなで喋ってて、はい、どうやったら、はい、一緒だよ、絶対一緒。一緒にしないでください。ちょっと思ったもん、絶対一緒。でも、今の話面白かったけど、カットでって言われました。もったいない。特に興味はないみたいな、ね。誰もね。そうですよね。はい、すいません。すいませんでした。はい、すいません。以上で。すいませんね、無駄話のせいで、ね。ごめんなさいね。すいません、ほんとすいません。AT1 がすみません。はい、ひだまりファンの方はもちろん、アニメで知った人、今ラジオを聞いて知った人は相当やばいと思う。お便りお待ちしてます。ひだまりラジオ365。言うの？あすみさんは、ひだまりスケッチのことなら何でも知っています。怒り悪、訳した。早速、リスナーの疑問難問尋問紹介していきたいと思うんですが、お願いします。まつきさん、このコーナー知ってます？知りません。このコーナー新コーナーでですね。じゃあ知らないですよ。知っててください。なんでよ。ひだまりラジオを毎日聞くようなヘビーリスナーのはず。はい。このコーナーですね、はい、新しいコーナーで、あすみさんは本当にいろいろなことを知ってるんですけども、うんうん、そのリスナーの皆さんからのお便りに答えていくという。おー、はい、さすがです。じゃあその姿を見せてください。さあ見せてあげましょう、うん、お願いします。松木をイエスマイロード思い出した、うん、思い出した。まずラジオネームマロン飛行さんからです。おー、そこが行くんですか。いいラジオネームだなと思ってね、年代的に。うん、いきます。あすみさんに質問です。うちの玉知りませんか？ホワイツマイケル。あ、これ答えがホワイツマイケルなんですけど、お便りの一部みたいになっちゃいましたね。おかしいな。大丈夫ですか？大丈夫、こんなコーナーです。あ、じゃあよかった。すみさんなりの回答で、はい。あ、なるほど、なるほど、はい。続いて。はい。ラジオネーム、組長ですが何かさんからです。はい。組長ありがとう。あすみさんに質問です。妻が逃げていきました。追いかけるべきですか？そうですね。これは、言ってやれ。黙って。抱きしめてやれ。はい、続いてのラジオネームは、遊曲超人あるさんからです。あ、いいですね。あすみさん、はじめまして。自分が気になっていることなのですが、なぜ風が吹くと桶屋が儲かるのでしょうか？これはですね、もうまず儲かってる桶屋がありまして、うん、でそこで風が吹くんですよ、うん、あとはもうお分かりですね。ラジオネーム、丸を取ったら、武田家さんからです。何でも知ってるというあすみさんに質問です。なぜ、水戸黄門の助さんと格さんはあんなに強いのでしょうか？そして、なぜあんなに強いのに有名じゃないのでしょうか？何でも知ってるというあすみさん、どうか教えてください。知ってますか、水戸黄門？水戸黄門知ってます。わかりますよね。はい。あれはですね、実はあの中で一番強いのはうっかり八兵衛です。あ、それは賛成です。ですよね。うっかりだって言いつつ、すっごい裏で暗躍してますから。八兵衛が、うんうんうん。うっかり八兵衛が最強です。うん、続いて、ラジオネーム、D ペンさんからです。うんうん、この木は何の木ですか？松木です。続いて、あー、美しいねー。今のはパーソナリティっぽいね。 ありがとうございます。あすみすごいね。松木さん、ちょっと見学の方はちょっと、続いて丸出た、ありがとうございます。ラジオネーム、屋根の下の空き巣かっこ吉野家先生萌えさんです。お、吉野家先生ですって。ありがとうございます。松木さんじゃないと思う。すごい、吉野家先生萌えって書いてあるの。いいでしょ、やってるキャラクター褒められたら喜んでって。じゃあ読みます。声優なんだからいいでしょ。読みます。ちょっと見学の方、ちょっと丸。いきます。ひだまりスケッチの漫画やアニメを何度も読み、
見直しているのですが、吉野家先生が松木さんに見えてしまいます。そして松木さんのラジオやブログをよくチェックしているのですが、どうしても吉野家先生と間違えてしまいます。どうしたらいいのでしょうか。それではババアイの死ということです。これはでも問題ないんじゃないですか。そうですね、もう同一個体なので、なんか特に問題はないですよね。梅天てやすみさんも来てくれる個人的なライブとかでも、はい、今まで着なかったような衣装を着出したのって、私多分本当に吉野家先生乗り移ってるんじゃないかな。おー、コスプレ魂。コスプレじゃないけど、なんか今まで着なかったようなものを、ウェイヘイって着られるようになったのって、なんか楽しいから着ていいかみたいになったのって吉野家先生のせいだと思います。あー、そうかもしれない、はい、どんな衣装着てましたかね。なんかちょっと前の時は、はい、なんかお腹丸出しのセーラー服っぽいのだったりとか、はい、足も出てました。出てましたよ。足とか腹とか出てました。その誰も求めてないのに出す快感っていうこのね。うん、ちょっと私はまだ早いみたいわからない。フォローしづらいみたいな感じやめてくれようかな。なんかちょっと面白いわーって。大丈夫、求めてますって。たしなめるのもやめてくれるかな。大丈夫ですよ。今日、吉野家先生は偉大ですね。こうやって人の人生を変えていくわけですよ。松木美優の人生を。吉野家先生がだんだん乗っ取っていくよ。乗っ取っていって、ちょっとなんか面白い人だねっていう方向にどんどん流れていくっていう、この残念な。なんでしょうね。なんでしょう。吉野家先生パワーはすごいですね。すごいですね。うん、もう吉野家先生ですもん。たまにもう呼び間違えますもんね。吉野家先生。あ、間違えた。松木さんでしたっけ、うん、みたいなね。あのね、泣くよ、そろそろ。大丈夫、大丈夫です。そろそろ。大丈夫。私を認めて。さすが、先輩だな。続いてのお便り。ラジオネーム、ベーカーガイ、過去ストリートの亡霊さんからです。アスミスは何でも知っておられるということですが、僕はいろんなオリジナルの事件を解決しているんです。摩天楼が時計仕掛けな事件、過去97年公開とか、公開って書いてあるけど、京都は迷宮みたいな十字路ばっかな事件、過去2003年公開とか、フルスコアに成立する事件、過去この4月に公開とか、大きいものは12個ほど解決してるんですが、まさかご存知じゃありませんよね。追伸、前回僕の本名がわからないと言っておられたので、今回は僕の本名を書くことにしました。お、ついに本名来ましたね。工藤新一さん。性別男、年齢、見た目は子供、頭脳は大人、住所、毛利探偵事務所に居候。電話番号、いつも公衆電話から声を変えて話します。すごいですね、ひだまらさんたちは、はい、その本名とか書く部分まで含めてネタなんです。そうなんですよ、いつの間にかそういうことに。いや、ネタじゃないかもしれない。本当か、工藤新一くんがこんなラジオにメール送って、送ってる場合かと。すごい。ね。イメールアドレスも読みますね。おい。真実は、アットマーク、いつも、ドット、一つ。ですね。これ読んじゃったけどね、ちょっとね、プライバシー的に問題があるかもしれない。そうですよ。もしかしたらカットされてるかもしれない。はい、重大なお便り。これはですね、この手のお便りが山ほど来だしました。みんなこんな感じ。名前とか住所とかの欄、はい、嬉しいですね。嬉しいんでしょうか、うん、これ喜んでいいものですかね。喜ぶ。そこまでみんなひだまりスケッチを愛してアスミに笑ってもらおうと。そうか、そうか、ね、でもひだまり全く関係ない。そこは気づいちゃいけない。どこかでつながってる。本当ですか。もしかしたら新一とつながって、そうだよ。このままひだまりスケッチが10年、はい、20年って続いてね、はい、いつかなんか映画同時公開とかなんか出て、同時上映、しんちくんが、こっち来て、言うのが、あっち行くとか。幻の合作ですね。あるかもしんないよ。この先ね。そうですよ。はぁ、みんなそれを見越して、今からもうネタを仕掛けている。そうですよ。そっか、ゆのっちがじゃあ、頭脳は大人になるんですね。そうね。見た目はもう子供なので、頭脳が大人になって。で、なんかゆのがバッテンがビヨーンってなる。バッテンどこでこう話し出す声変えたりしてね。そう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 、すげえ、ユノッチ、そんな展開が待っている。そうですよ。そろそろやめましょうか。丸これラジオなのであまりジェスチャーとかね伝わらないんですよ。マツギさん、ありがとうございます。でももうこのお便りももはやいつもの人かどうか。いつもこういうのを送ってくださる方が一人いたんですけど、はい、本当は誰が送ってるのかはわからないわけです。ガガーリンから来たそうです。ガガーリン
からメールが、この時代に。すごいね。すごい、ちょっともう。陽まりラジオはすごいよ。いろんな人が。いいな。数ある著名人が。はい。予想だけど、はい、この放送を聞いたらもっと増える。もっと羨ましいな。もう世界中の。知りたい。誰から来るか。すごいラジオになってしまいました、いつの間にか。はい、松木さんのせいです。おか、せめておかげとか。あ、おかげです。ありがとうございます。それだけでいいんですか？その変化だけで。おかげっていう言葉ってなんか褒められてる感しない。な、言霊ですね。せーの。にゃー今、丸ってしそうになったでしょ。うん、どっちから、なんか、アリの様子を見てしまいました。空気を読んでくれてありがとうございます。どういたひまひ。じゃあ、このコーナーはそろそろ終わりたいです。はい。いいですか待ってください。ゆうのうのコーナーでした。テレビアニメ、狂乱家族日記、オープニング主題歌、モザイクウェブ、詳細健保宣言、4月23日発売。アンピ部民ども、この CD を買って強化様をあがめるがよい。祈るだけより我に好かれよ、我が導く狂乱家族日記エンディング主題歌、狂乱戦記日常の神様、5月14日発売。みこそわりだうらじ愛に変えた日のこと、魔法以上の愉快やチュンリルリ踊るパンチ聞いたかな、あんまりびっくりパンチリコで弾いたか、アトランティスノンストップダンスリミックスボリューム1 Now on sale。 屋根の上のウメス、ちょダメ、ひだまりさんの屋根の上に住んでいる不思議なキャラクター、ウメ先生が言いそうなセリフを紹介していくコーナーです。こんにちは。こんにちは。私今気づいたんですけど、うちの猫に喋りかける喋り方です。そんな喋り方って言うんですか？はい。思いがけず、バレる事実。かわいいものにはついね。あ、わかりますけれども。おめでてかわいい。おめでて、こんにちは。ちゃい。ちゃい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 、何今の、何今の、話吹くかと思った今。話止めてください。話出てます、出てます。今の何ですか？ありがとうございます。なんでね、チャイ、なんで、なんですか？今のこの顔。なんでチャイって言っちゃったんですか？しかも、胸の前で手をこう、なんですか？こう、バッテンにして。これは緊張しないようにと思ってちゃった。チャイは、チャイは？こんちゃいとかにチャイ。こんちゃい、こんちゃいみたいなこと。こんちゃいっすっていう。こんちゃいっす。何？こんちゃいっす。何この、何このタレント性。私たちこれ、かけてるものです。いやいやいや、やばい、学ばなきゃ。私たちちょっと、私たちちょっとオーラ抑えすぎてるかな、今。何この、大丈夫です。元からない。頭を抱えてしまった。ありがとうございます。このウメスの、うん、ちょっと考えたりする時のポーズってすごい面白いポーズがあって、私最近ウメ先生とご飯食べに行ったりそういう時に発見したんですけど、ウメ、うん、先生ちょっと考える時とかに、うん、こうラジオのリスナーの皆さんには申し訳ないけどやりますね。こういう肘を両肘ついて手を広げてパーにして指も広げてるんだけど、その指の部分がちょっとこめかみにつくぐらいの不思議なポーズですね。そう、頭はちょっとこう下を向いてうつむく感じで、うーんっていう、頭をグッてこう持つわけでもなく手を添えるみたいな。そうなんですよ。なんかクリリンの必殺技のもうちょい手の場所が上みたいな、ね、これを気づかないうちにしてますよ、ね、指摘されるまで全然でもよくやってるんですよ。2回見かけられてしまって、そうなんです。これ言い訳が聞かなくなって、見えるところで梅先生にやってもらわないといけないですね。かわいい。しかもさっき打ち合わせでね、はい、私ちょっと放置されてて。私がメールを選んでたら、で、私も。仕事してた。だって、でも私もそばにいるから。
そうか、こうやって目指せるんだって。そうです。そのままにいて、うーんって当てたら、梅先生がいろいろ、仕事終わった後に、はい、松木さん、一緒に遊びましょうかって言ってくれて、なんか遊びましょうかって、嬉しい。提案をしてくれたんです。はい。ね、そこで松木さんが言ったのが、しりとり。うん。ですよね。うん、じゃあ、しりとりって言ったんですよ。うん。それ、どうなの？なんで？たら、あすみは、はい、いいって言ったけど、とめてんていはバカにせず、じゃあ、5文字制限しりとりしましょう。さらに提案をして。さらに提案してもらって、5文字。大人だな、うめす。私が無で止まってるんです。あ、そうでしたっけ覚えてた。続きやりました。いや、やめてください。コーナーにそろそろ。っていうか、ラジオ CD 撮ったねって話とかもちょっとしたかった。した。あ、した？撮った。撮りましたよね。はい、お邪魔しました。あれは必聴だわ。このコーナーを、なんとやっているのか？か？田舎。田舎。まあ聞いてもらえれば。はい、6月4日大変ですね。なんかいろいろ出ますからね。ラジオ CD とファンディスクと、デリバリーします。デリバリー。そこー、はい。よろしくお願いします。はい、続いて、コーナーに入らなきゃ。お願いしますよ。なんとこのコーナーはですね、ネタを読むのがうめすです、ね。ではでは、じゃあ、たくさんいただいた中からですね、うん、本当にたくさんいただきました。厳選して読んでいきたいと思います。読んでもらいたいと思います。うん、大丈夫ですか声の調子は。あ、あ。もうなんで、あ、あも可愛いんでしょうね。可愛いね。ねえ、弟たち、そういうものをなくしてきたのかもしれない。あすみんなくしてないよ、多分。あすみん、可愛い。おぉ、あすみ、かわいいです。怖くないです。すみませんでした。怖くない。あゆみだって髪の毛内巻きだし、かわいい。これは、うん、これはすごい悲惨な、なんかお話があるんですけど、ただ、かけたのにかからなかったパーマの名残です。これかけて1週間ぐらいですもん。ほら、切なくなってきたからメール読んでもらいたいと思います。あすみおはじめまして。ラジオネーム、みやさんからいただきました。日本の夏、うめすの夏。もうすぐ夏が来るね。そうですね。いいね。暑い夏が来ますね。うめすの夏だね。今年も素敵な夏になる予感。ひだまりスケッチ365も始まるしね。そうです、ひだまりスケッチ365も7月から始まりますしね。よろしくお願いします。なんでこんな、なんかこう穏やかな気持ちになるんでしょう、なんでしょうね。さっきまでケンケンゴーゴーでした。本当ですよ、私たちがね、ね、うん、おめすの一声でこうなるわけです。じゃあ続いて、うん、もう読んでいただきましょう。続きはどうなるかな。ラジオネーム海さんからいただきました。続いてはお天気です。天達。小倉さん、小倉さんが見えた。見えた。小倉さんがちょっと萌え、ちょっと萌え風味、小倉さん。すごーい。おみすの手にかかれば変わった方がいいんじゃないですか。ね、あらーすってこのおみすがこう手を振る。あのテンションで、あらーす。京子ちゃんはどう思うとか。たまにテンション上がって、あ、またつーって言っちゃうんですよ。いいですね、いいですね。いいですね。いろんな、すごいな、引き出し多いですね。ミスすごい。まさか小倉さん出てくれた。じゃあ次はどうかな、うん、ラジオネーム、筋肉太郎さんからいただきました。だけじゃない、デイジン。あれ、ウメスがやってたんですね。ウメスだったんだ。ウメスだったんだ。あれ今、すごい。わかる事実。あれ、ウメスでしたね。まんまでしたもんね。まんまだし、ね、中の子供の声も、ね、ウメスだったっていう。あれはウメスしかない。いないですね。あ、今考えればなぜそれがわからなかったのか。あ、私たち、まだまだ勉強不足でございます。まだまだでしたね。じゃあ、続いて、うん、ラジオネーム、初夏月、大丈夫ですか、ウメス。大丈夫ですか？はい。大丈夫です。多分、はい。大丈夫です。よし。はい、じゃあ、続いて、ラジオネーム、諸葛金茶茶さんからです。うめす、第1球に投げられました。いやー、かわいい。打たれちゃう？キャッチしちゃう。キャッチしちゃう。キャッチしちゃう。打ったりしない。キャッチしちゃう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 。ね。ね。
なんだこれ。これこれおかしくない。おかしくない。ウメスのなせる技。そう。なんか、ウメスが飛んできたらキャッチしちゃうね。ね。もうグローブとかじゃない。なんかこう、ふわってしたものでキャッチしちゃう。うん。うん。何で笑ってるの？何でもないです。うん。じゃあ続いて、うん、これ最後かな？最後。あー、寂しい。寂しい。ねえ、うん。じゃあ、次のお友達を紹介してもらいましょう。お友達しましょう。はい。じゃあ続いて。じゃあ、ラジオネーム、ミスターひだまりさんからいただきました。私は今日引退をしますが、我がひだまり層は永久にウメスです。ウメス、うまいこと言っちゃったー。ウメス、うまいこと言っちゃったどうですか、松木さん。いやー、もうさすがですね。はい、私たちのウメスはさすがです。球場がウメス色に染まってますね。球場、あ、そうですね。なんか球場つながりでしたね。いやいやいや、ウメス実は野球もやるんですよ。この歌より長嶋茂さんっていう方か。おー、あ、長嶋茂さんからいただきましたね。いただきましたお便りでした。住所東京ドームだった。そこ電話番号のところに背番号33って書いてある。聞いてない。すごい。ウメスお忙しいです ね。投げられたり、長島だったり、テイジンだったり。そう。ウメス、はい、大丈夫ですか？魂がちょっと抜けかけてる感じ。なんかいつもなんですけど、こう、はい、怒涛のようにこうガスガス、はい、ガスってこう。ガスガスはガスガス来るじゃないですか。うん、なんかなんかこう終わると、はぁーっていう、なんか。言い切ったっていう、そういう。どっと疲れが。そうか。じゃあ、おめでんで。じゃあ次のお友達を紹介してもらいましょう。ありがとうございます。すごい！ウメスが乗ってくれた！あー、さすが。じゃあ大丈夫。そうですよね。はい、そうですよね。おめでんでは綺麗なまま、今日も。今日もお帰りいただきたい。そうですよね。私たちは怪我してはいけない。そうですよね。そうなのです。梅先生は仕事に戻ってください。これ仕事じゃないんだ。これもお仕事です。これは梅天庭のお仕事。梅天庭、青木梅先生。あ、そうですね。ね、芸名ですもんね、梅天庭はね。あ、そうなんですね。梅天庭って勝手にすいません、うん、どい、なんだ、あー、なに、なに、どうしよう、はい、タイミングを逃した。じゃあ、なに、あのですね。あ、はい、何かしら。いやいやいや、やっちゃ、ね、あの、ディレクターさんが、はい、しりとりの、もの答えを、くださったんですけど、はってくださったんですけど、あ、実は私も、ちゃんと答えがあったんですよ。まあ、すでに考えついていたんですけど、松木さんに言う機会がなかったんですけど。ぜひ、この場で、聞きたいです。聞きたい。ムハンマド。梅先生でした。ありがとうございます。ごめんなさい。かわいい。いいんです、かわいいから。ひだまりラジオ。ひだまり荘の自由人。ゆのちゃんたちが住んでいるひだまり荘には自由な住人がたくさん住んでます。そんな皆さんね、何ですか、松木さん。このコーナー、なくならないんですね。いや、これ新しいコーナーでしょ。あれ、なんかすごく似てる。ひだまり荘の自由人。あ、はい。自由人。なんか全然新しいですよ。一年ちょっと前ドキドキした記憶があるんですけど。あ、そのコーナーは残念ながらなくなってしまってですね。そうなんですか。新しく自由人というコーナーができたという。わかりました。まあ、おとなしく聞いていただければ。おとなしく。はい。大丈夫です。はい。さあ、そんな皆さんの周りの自由で、ひだまりな人たちを紹介するコーナーになりました。はい。今までですね、うん、このコーナーもメールたくさん来るんですけれども、うん、今までは、青、黄色、赤で、住人を分けてたそうなんですけど、うん、最近はもう、黄、赤、赤になってきたみたいです。それだけの住人が、この日本にはたくさんいるということ。わ、うん、かりますか？はい。そういうこと。今日はかまじいはいませんので大丈夫。ん？かまじい。かまじいいましたね。ね、それ前のコーナーのお話ですけど。そうですね。そういう人もいたね。うわぁ、懐かしいけど、
どんなコーナーに変わったのかじゃ聞きたいですね。そうですね。まあ、聞いてもらえればわかると思うので、じゃあ今回もウメスに隠れてひっそりとご紹介していきましょうね。ラジオネーム、キヒメさんからです。私の近所には、いつでも片手にビール、服はシドビシャスよろしくパンキッシュで、目が合うと、友達？友達？と叫びながら握手を求めてきてビールを勧めてくれる外国人のおじいさんが住んでいます。とってもフレンドリーで面白い人です。まあ、いるかもしれない。素敵ですね。最近ちょっと物騒なことも多くて、そうですね。こう、知らない人には気をつけろみたいな風潮ですけども、こうやって、みんな友達だっていう。そうです。それは素敵なことです。フランクに。そうですね。ね。日本人はもうちょっとこうね、人と接する心を忘れてはいけないという、そんなおじいさん。そうですね。友達？そうかそうか。友達？イエース！マイロード。続いて。ラジオネーム天井王あさきさんからです。僕の紹介したい自由人は、子供の頃近所に住んでいた雨おばさんの話です。雨おばさんは玄関のチャイムを鳴らし、学年と組、名前を言えば玄関まで出てきて、別に笑顔などもなく無造作に飴をくれました。なので甘いものが食べたくなった時にはそこに行っていたのですが、おじさんがチャイムに出た時は怒られるので結構ギャンブルでした。へー、そういうオタクがあったということですね、これね。学年組、名前を言えば飴がもらえる。ね、その飴おばさんのお家に行ってってことですよね。すごい。でも飴おじさんはいなかった。残念ながら。残念ながらおばさんに当たった時だけ。優しいですね。ちゃんと名乗ったら飴をくれるわけですから。ちゃんと挨拶をするっていう習慣がついたんですね、きっとこれで。そうですよ。自分の名前を名乗るという。そう。ね、全然なんでもないですよ、こんなの。なるほど。地域の交流を図るという。友達と同じ。ハートウォーミングな、そうです。自由な人が多いですね。でしょ？そういうコーナーですもんね、はい。いいと思います。続いて、はい、ラジオネーム山田太郎さんからです。Yes, ask me. Say, yes, ask me. そう、よし。あれ？私これ一年。今回は昔近所に住んでいた通学途中の小学生にサラダ油をかける油おじさんを紹介しようと思ったんですが、あまりにもあれなので、鳩おじさんの方を紹介します。鳩おじさんは毎週日曜日に家の近くの広場にいた鳩の大群に自転車で引きこらさんばかりに突っ込んでいって、群れの中心に着くと荷台に積んでる餌をばらまき、それが終わるとすぐに帰っていきます。自転車で群れに突っ込んでいくときに、惹かれそうな鳩だけが逃げていくのが、なんか見ていて楽しかったです。ということです。はい。はい。アメとムチだね。こうやってわーって言って、一瞬みんなえって思うけども。そうですね。餌をただあげに、おじさんは言ってるだけ。そうね。今日のテーマ、交流でお送りしています。この自由人のコーナー。はい。いいコーナーでしょ？いいコーナーですよ。はい。さあじゃあ次の自由人さんのご紹介をしていきましょうね。うん。そうだ。イエス・アスミスは、じゃあ去年生まれたんですね。そう、このラジオでね。イエス・アスミス生誕1周年記念じゃないですか。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。こっちです。おめでとうの言葉とか言ってくれても。おめでとうございます。ありがとうございます。私言ったのに。すげえ、1周年経っちゃったみたいです。あれ松木さん、はい。違うのだ。うん。イエス・アスミスは私が発明した言葉だ。イエス・マイロード。よし、じゃあ次のお便りに行きます。はーい。ラジオネーム、ボーヌさんからです。ボーヌ。ボーヌじゃない、ボーヌさん。あ、間違えちゃった。ごめんなさい。うちの実家の町には、男14というおじさんがいました。ん？なぜ男14というのかというと、二の腕に、男14と特殊ピクチャーが入った方だったのです。本当は男1匹と入れたかったのではともっぱらの噂でした。ああ、なるほど。お酒が入ると暴れるのが特徴で、自分が高校生の頃についに警察のお世話に、その時の地方新聞での見出しが、猛虎暴れるでした。しばらく仲間内では、猛虎何々するといったフレーズが流行っていました。ということです。男1、4と書いて男14
と読んでいたのかな、周りの人はね。そう、ね、まあ14とは書いてなかったのかもしれないですけど、いやー、あ、そうかもしれない、そう見えてちゃったのかもしれないですね。男一匹ながいつの間にか男14になっていった。猛虎暴れる、いいですね。猛虎猛虎あすみる、あすみする、あすみ、あすみす猛虎なの？違いますよ。男14入れてない、日本で入れてない。いや、本当にこうなんて言ったらいいのか、はいこれは交流、猛虎は交流をしようとしただけ。猛虎交流する、そう、男一匹で行こうと思ったけど、うん、やっぱり寂しかったんだよ。だからちょっとお酒入って暴れちゃって、俺寂しいんだよと。そう、やっぱ交流って大事よね。今日のテーマは交流でお送りしております。はい、続いてラジオネーム無線使いの梅須さんからです。梅須つい先日友達と遊びに市街地に行きました、うん、そしたらやたらと緊迫した声で叫んでる人がいるではありませんか、うん、その声を聞くと、自衛隊を投入しろ、何をやっている、まだ準備もできていないのかと言っていました。何が起きたのかと声のする方を振り向くと、トランシーバーを持って自転車でゆっくり漕いでいる、もう50は過ぎていると思われるおじさんが叫んでいました。普通そんなに緊迫してたらそんな自転車に乗ってるわけないだろうと思いました、ということです。はい、交流ですね。交流ですねはい、何をやってる、芝居の稽古をされてたんですね、自転車に乗りながら、はい、50も過ぎたおじさん。いやいや、もちろんもうそういう役でね、そういう役関係ありませんからね。自転車に乗りつつちょっとセリフを思い出してた、そういう多分なんかフィールドワークみたいなのがあるんですよきっと彼の演技論で。そう。ね、ですかね。人前でこういう練習をするというのが。そうそうそう、あ、あるんじゃないですかね。市街地だから、やっぱり誰かとこう。交流したかったんですね。コミュニケーション的な、あれを持ちたかったのかもしれない。こういう、ちょっと今日はテーマ交流でしたけど、はい、まあ、普段は。普段はそうですね、割と様々な自由な方が。すごいですね。こんなコーナー、新しいコーナー、はい、こんなのやってるんです。なるほど、もう新鮮でした。よかった。なんか身に覚えがあるけど新鮮でした。あとハートウォーミングですね。はい、ありがとうございます。さあ、皆さんの周りの個性あふれる日だまりな人たちを押してくださいね。押し出していこう。うん、なーって。押していこう。うん。日だまり層の自由人でした。日だまりラジオ、桜の奇跡再び、ゆずかが歌うテレビアニメタカアポ2セカンドシーズンオープニングテーマ、桜あまねく世界発売中。ダンピース、ニューシングル「アンネイムドワールド」、テレビアニメ「二重面相の娘」エンディングテーマ発売中。ランティス、みんな大好き。みのり千原ファーストライブツアー2008コンタクトライブ DVD 6月25日発売。ランティス、はい、エンディングです。これエンディングなんですけど、うん、エンディング、黙って黙って来た。いや、でもあのエンディングだから、はいよエンディングを歌ってるのは誰かな、わー、私だよー。違う、私じゃなくてゆのっちなんですけどあのエンディングテーマをお聞きの通りですね、撮らせていただきました、ゆのっちが。曲名は日だまりランナーです。なんかすごいいい曲で、本当に鳥歌もらった時に、マスキーさん聞いてます、あのね、はしゃぎすぎて疲れた息切れがちょっと起こってしまって、はい、6月4日に発売の、うん、夢デリバリーのカップリングです。すごい、で、そしてこれが番組エンディングテーマになりました、うん、ありがとうございます。
ゆのちありがとうございますって言ってた。言ってた、言ってた、ゆのち言ってた。ゆのち言ってた。うん。はい。どうでしたか、まつきさん。アスミンだなと思った。何を、何を。アスミンと、普段からこんな感じでスタジオでも喋っていて、はい、割とこんな感じ。割とこんな、かなりこんな感じ。そうですね。どっちかというとこんな感じ。アスミンはいつもアスミンでよかったなって思いました。まつきさんはそれでいいんですか。え？私何でもないです。え、大丈夫、松木さんが楽しそうだからいいやと思って、うん、松木さんがだってライどこにテーマもないのに体操できないよ肝心なところでね、できなかったよ ね。これ今流行ってる私たちの遊びですよね。とりあえずとにかくララライ体操、そう、ライなんで揃っちゃうんでしょうねがっかりしますね。がっかりですよ。お互いね。本当ですよ。そうなんでしょうね。ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。私の方がありがとうございました。こっちの方がありがとうございました。私の方が感謝して。さあ、今回ラウンジノートのコーナーはお休みです。皆さんからお便りを募集します。いろいろ日だまりのこと書いて送ってね。はい、芸術、流行、政治、人生について熱く語る有能、うん。あなたの周りにいる自由な住人の話は日だまり層の自由人、うん。屋根の上の梅先生に言ってほしい一言は屋根の上の梅す、うん。各コーナーまでたくさんのお便りをお持ちしています。はい。ところで、松木さん。はい。番組にネタを送ってみませんか、うん、どのネタを送ればいいですか。どのコーナーでも何でも大丈夫です。普通歌でも大丈夫です。そうかな、おめすに。あ、でもな、また怒られる。怒られる。誰に。え、みんなに。何がどうなったか、ぜひラジオ CD を。ラジオ CD を聞いていただければわかると思います。私的にはギリギリセーフだったのに、全員アウトだった。ギリアウトだったので。でも、うん、楽しいよ。あのコーナーみんなぜひ聞いてほしいな。あれは聞いてほしい。大感動でしたよ、私は。感動ですか。おめす、こんなことっていうね。もうやらかしてしまったわけです。いやいやいや、いやいやいや、でも、はい、きっと聞いてくれる人は嬉しいと思います。そうかな、どうかな。じゃあもう一回おめすのコーナー再チャレンジして、これなら大丈夫かなっていうのを送ってみます。お、言いましたね。はい、送ってくださいね。了解です。まあ、いいネタじゃなかったら採用されないかもしれないんですけどね。あと、松木さんへの苦情とかはメールでちょっと困るのでやめてください。うん、やめてくださいラジオ CD のね、そのウメスになんてことをっていうね、本当ね、反省してるんで、うん、やめてください。ただ先に言っちゃったら大丈夫ですよね。大丈夫、日だまら暖かい人ばかり。でも嬉しいと思うよ。そう、大丈夫、嬉しい人もいるかもしれない。私は嬉しかった。マツキさんが特に、主にマツキさんが嬉しかったですよね。ぜひ聞いてください、ラジオ CD。 はい、お願いします。次回のゲストは誰かな、知らない。次の更新はアニメスタートが近づく6月、うん、聞かなきゃ絶対許さない。これ何ですか、これ何ですか、なんかのネタ。はい、ありがとうございます、聞いてください、うん、もう6月ですって。あっという間やの、ほんとやの、うん、1年終わってしまうわ。ほんまに2008年やで、今な。そうね、2009年になってる。2010年とかやったらもう2010年って未来ですよ。2010年なんてもう私はきっと子供が2人。そっか、来年結婚ですもんね。あれ、待って、あれ、それじゃ無理だよね。来年の1月とか2月とか。結婚して、年末に、お一人。あ、双子ってことじゃないか。あ、そっか。はい。難しいな。な。うん。人生設計はちゃんとよく考えましょう。うん。はい。頑張る。来年ももし日だまりラジオがあったら、結婚報告ができますね。あすみには先か、まつきみゆが先か。よし、競争だ。負けたらどうしよう。はい。どうぞ、エンディングでなんか切なくなったじゃないですか。だから楽しく終わりましょうよ。ほんとです。うん。楽しく、じゃあテンション一番上げて最後の挨拶をしましょう。はい。お相手は、ゆの役のあすみかなと、今まで上がってないよ。吉野家先生役の松木美優でした。せーの、バーバリー。日だまりラジオ365、この番組は日だまり荘管理組合ランティスの提供でお送りいたしました。ではまた来月の5月ですね。あ、そういえばあすみ気づきました。
今回のラジオを聞いた方は、日だまりラジオファンディスクを買って、見える日だまりラジオを見ないと、もったいない。似てないな。そして、なんとですね、日だまりスケッチファンディスク、日だまりラジオ CD365、夢デリバリー。すべて、6月4日発売です。なぜか?なんとなくです。日だまりラジオ 365! 来月も忘れないでね!せーの、ない?え?